被らない何かなと思った時に、うん、あ、JFIELD いいなと思ったんで、先日の80ミーティングでベストセダー賞に選んでいただいて、はい、すごいね。じゃあそれも通って今回はね、安藤博樹賞も受賞されて、ノスタルジックでもアワード取らせていただいて、はい、ノスタルジック2デイズではですね、うん、選ばれし10代という目玉企画があるんですよね、はい、でこれは毎年雑誌の公募の中から10代のクラシッカーが選抜されまして、展示されてます、はい、でその中のですね、選ばれし10代の中から、まあ、テリーさんと私がね、お気に入りの1台を選びましたよね。で私が選んだ車からちょっとまず言ってよろしいでしょうか。ぜひお願いします、はい、私が選んだ車はこちらです、1993年式日産レパードジェンフェリータイプ L、じゃあオーナーの方お呼びしましょう。石井さんです、よろしくお願いします。どうぞお願いします。はい、おー、かいですね、石井さん。石井さん、どうぞお伺いいただいて。石井さん、もうおいくつですか。今22歳。22歳、頼もしいですね。22歳か。でまた趣味いいね。いや、そうね、もうジェフェリー選ぶっていうのね。なんでジェフェリー選んだんですか。もともとジェフェリーが欲しいっていうわけじゃなくて、うん、まあ、日産車がもともと好きだったので、はい、その中で、まあ、人と被るのがあまり好きではないので、あ、でその時セダンに乗りたいなと思ってて、セダンで被りたく、被らない何かなと思った時に、うん、あ、ジェフェリーいいなと思ったんで、うん、そうなんですね、はい、いや、テリーさん、私これね、レパード JFIELD 出た当時はなんかお尻がね、下がってて、ちょっとまだこの魅力に気づけなかったの。だけど、今大人になってから見るとかっこいいじゃん、綺麗じゃん、かわいいじゃんっていうなって、すごい好きな一台になりました。僕はもともと大好きで。あ、そうなんだ、先見の目がある。実はですね、うん、あの、日本よりも北米で大人気だったんですよね。そうですよね。北米のアッパーな、うん、あの、それとそうなんですか。はいはい。僕の今でも、このパロケだと思ってますよ。え、そうなの。僕もこれ買おうと思ったことがあるんです。どういうのかというと、はい、美しい奥様と乗るっていうのがコンセプト。そうですよね。キャッチフレーズ何でしたっけ。美しい妻と一緒です。そうですよね、はい、それで、これあの、いつ頃手に入れたんですか。これは1年半ぐらい前に手に入れましたね、はいはい、うん、おいくらだったんですか。これは当時はオークションで買ったんで、うん、まあ、25万とか30万いかないぐらいで買いました、はい、というわけでですね、レパードジェフェリー見に来ちゃいましたけれども。綺麗だね。そうですね、本当綺麗じゃない。なんか買い、買い、いや、もう当時のままオールペンもしてないんで。あ、オールペンも全然してないんだ。オールペン一切してないんですよ、純正色のままで。すごい綺麗。おお、うん、あ、いいですか。はい、ちょっと、ちょっと座ってて。はいはい、じゃちょっといいですか。はい、お願いします。失礼してお邪魔しますけど。おお、うわぁ、ほら、なんかすごいいい匂いする。ありがとうございます。いい匂いしますよ、ベリーさん。これ芳香剤いっぱいつけてます。ちょっと芳香剤の数、芳香剤つけすぎて、芳香剤で気持ち悪いの。すごい。いや、この辺もなんかムーンアイズも結構、ね、そうですね、ムーンアイズが好きなんで。あ、そうなんだ、はい、なるほど。これですね、カメル。そうですね、本木目のこれが、ね、綺麗綺麗、ね、いいいい、ありがとうございます。ほら、これ見てよ、この衣装、この後ろのつるん具合、ほら、ここがね。このね、このゴムも、はい、一回気にしないね。そうですね、状態も良くて、はい、なんかな、保管状態がいい車だったのかな。保管状態がいい車だったのかしら。聞いた話ではガレージ保管って聞いてますね。あ、そうなんだ、はい、いや、そうじゃなかったらもうこれ今だよね、うんうん、今だよね、このなんか一本ラインで。確かにこれね、うん、確かに最近これ流行ってますもんね、一本ね。下がり方がね、マフラーは車外のワンオフマフラーに変わってます。え、変えてますね、はい、え、これオーディオもともとロックコードボスゲートついてたの。いや、自分で買いましたね。オーディオも、はい、こだわりたかったので。これあれですか、落としてる。落とします、結構落としますね、車庫調で。そうなんだ、そうだ、昔の車こういうとこアンテナあったよね、うん、そうですね、伸びますね、ね、はい、そうだよね。じゃあエンジン見せてね。エンジン見せます、はい、うん、それをね、あ、これしょうがないよ。そうですね、はい、お、綺麗にしてるね。うん、綺麗綺麗。これ
見て。3リッターですね。はい。V6 3リッター。V6 3リッター。VG っつって。何のエンジン積んでたんだろう。あ、これは Z32 とか Y32 のセドグロとか同じエンジンですね。はい。これどれが走る？これリッター7くらい。いや、7も走んない。街のやと5とかですね。5か。ハイオフ？ハイオフです。はい。そうだな。そうね、ガソリン代が高いご時世はちょっと大変だね。そうですね、はい、そこだけだよね。そこだけですね。まあでも気にして乗れない、乗ってないので。普段からもこれ乗ってんの？普段は、いや普段もう週末だけですね。あ、そうなんだ。普段もう1台 K 持ってるのでそれ使って。なるほど、なるほど。屋根付き？保管？保管、いや屋根付きじゃないです。あら、じゃあ何？へえ、そうなんだ。はい、外に、普通に外に、はい、外に置いてます。はい。でも綺麗だね。これ横幅いくつですか？全幅いくつですか？これは幅1700とかですかね。あ、いってる。はい。これどうやって起こすの？背もたれ起こすの？あ、背もたれ、これ、うん、運転席にあるパワーシートなんで、これで。あ、そう、高級車だからね。そうです、運転席だけ、はい。これですよ。あら。そうですね。ベストセダン車。先日の80ミーティングでベストセダン賞に選んでいただいて、はい、すごいね。じゃあそれも通って今回はね、安藤博樹賞も受賞されて、ノスタジックでもアワード取らせていただいて、ね、はい。匂いはダメだな。強すぎ。ちょっとね、入れすぎだよね。こんなに分厚かったから。安いスナップじゃない。で、匂いをちょっと高級なやつに、はい、変えていただいて。いや、匂い取っちゃうじゃん。あ、取っちゃえばいい。タバコ吸ってる？いや、吸ってないです。いや、うんうんうん。ねえ、いいと思います。いや、ほんとほんと、はい、本当に嬉しいんですよ。うん、それで22歳の若者がそんな高くない車になってきて、だって21歳ってお金ないよ。いや、ないよ。本当になかった。俺20万円のマツダボンゴ買ってましたからね。おマツダボンゴを買って、なんか自分でなんかベッド作って、それであの日本一周してましたからね。そんなことしてたんですか、テリーさん。へえ。すごくこういうふうにお金をかけないで、ノスタルディックを楽しむっていうのはすごく大事ですよね。はい、これと今後どういうふうになんか手直ししていくんですか？うん、まあ、今後はそうですね、まあ、この状態を維持が一番大事ですね。乗ってるとやっぱどんどん古い車なんで壊れていくと思うので。どういうところが壊れるんですか？まあ、もう電装関係とか、まあ、エンジン自体 もう古いので、まあ、そういうエンジンのパーツだったりとか、内装も劣化したりして、まあ、割れとかも出てくると思うので、そういうのを修復したりして、まあ、現状維持が今の目標ですか。全部純正は残して、はい、でストックがもう出るうちに全部出るもんだけ集めて、はい、そこだもん。やる気満々だから、これから何十年もう乗る気持ち。もうそうですね、もう部品が出る限りは一緒に乗ってきますね。おー、そうなんだ。道を座ってね、ねえ、すごい。え、増車しようとか次に行こうとかそういうのはないんですか？そうですね、まあ本当に直せないってなった場合は、まあ、次の車考えますけど、はい、もう部品が出たり、もうお金かけても直していって、うん、まあ本当一生乗りたいなと思いますね。一生乗らなくていいよ。あ、本当に。それは無理や。もっと他にいい車いっぱいあるから。いやいや、お話は尽きないんですけれども、うん、そろそろね、次のテリーさんが選んだ方の車の話に行きたいと思います。はい、ありがとうございました。はい、ありがとうございました。西さん、どうもありがとうございました。はい、先生、いや、本当に先生、ぜひ皆さんもね、J フェリーチェックしてください。お知らせがあります。お知らせですか？はい、はい、この度アヘッドモーターサービスでは、一緒に働く、一緒に戦ってくれる仲間を募集しています。なんと我々、はい、あの去年から、まあ、ラリーを始めていろいろなモータースポーツに参戦しているじゃないですか。はい、まあ、そのモータースポーツ参戦経験を通して、まあ、お客様に対して、まあ、チューニングであったりだとか、一般の車両の販売とかアフターサポートを行っている中で、まあ、一緒にぜひ働いてみませんか。働いてみませんか。普段のアヘッドモーターサービスっていうのは、ひろきさん、どんなところが一番魅力的ですか？個人的にアヘッドの魅力っていうのは、まあ、本当にあの一般の車両の販売からチューニングまで、だから仮に言ってしまえばお客様が買ってくれた後からもずっとサポートして、手厚くこういろいろな相談に乗ってチューニングまで含めてトータルでサポートできるっていうのがうちらの強みかなというふうに思います。はい、ありがとうございます。そして、お、そしてブレスト。ブレス、あー、ブレスさんですね。はい、ね、はい、板金塗装、そして e スポーツスタジオでも、はいはい、おなじみのブレスでも新しく仲間になってくれる方を募集しています。
募集しています。ぜひトータルチューニングから、まあ、塗装、板金も含めてすべてやっておりますので、ぜひこの機会に皆さん一緒に働いてみませんか。ぜひ皆さんのご応募お待ちしてます。中古車買取本舗、車買取専門店。高価査定はプロにお任せ。お手軽スマホ査定なら最短5分。中古車買取本舗で検索。車のことならアヘッドモーターサービス、あなただけのこだわり。車の競技、カスタムチューニング、新中古車の買取販売ならアヘッドモーターサービスへ。車の話番組 YouTube では未公開映像や特別映像を公開しています。チャンネル登録お願いします。